しません。さすがに怖すぎます。いろんな声が出せるところ。グリーンバックで撮影する時がありまして、本編で完成するとどうなるんだろうって思ってて、できるだけ思いっきりやってみようと思って思いっきりやって実際見てみたら、想像以上にすごいものが出来上がってたので、そこが驚きました。自分が持っていた以上っていうのがさすが白石さんだなって思いましたし、これから皆さんに見ていただくのもすごく楽しみです。どこかすっごくもう見るに耐えない醜いところ、いい意味でです、この映画にとってはすごくいい意味で、本当に見てられないところがあったらここなんだなって思っていただけると、しません。さすがに怖すぎます。リスクがあまりにもでかすぎると、人を呪わばあなたちと愛ちゃんも言ってますので、その教えに従って私はやめて、その人と仲直りを頑張ってしたいと思います。チャームポイントですよね。チャーム、チャーミングなポイントですよね。いろんな声が出せるところ、おーい。良くも悪くも気まぐれというか気分屋さんですかね。すぐ忘れちゃうんです。いろんなことを、大事なこともなんで忘れちゃうんだろうな。昨日何してたかなとかすぐ忘れちゃうので、本当に困りました。いっぱいあるんですけど、例えば秘密とか、はい、湯を沸かすほどの熱い愛とかですかね。寝るか映画かの二択。昨日はお休みだったので16時間寝ました。でもそれでもあと2時間で記録更新ならずだったんですよ。13以降は18時間で16時間だったんで、まあ、二度寝したらズルだしと思いながら悔しい思いをしておきました。お気に入りは森七菜とか、森七菜ちゃんって呼ばれる、まあ、ちゃんは別につけなくてもつけてもつないんですけど、森七菜というのがついてるのが好きです。好きな、いや、あのカルテットというドラマが好きで、坂本龍一さん、別府さんというキャラ登場人物がいまして、別府さんというのは白い服でナポリタン食べてたら、あのエプロンをかけてくれるような男性です。でもやっぱそうやって言っていただけることが本当に毎日活力になりますし、自分自身の課題とかクリアできたことが毎日の活力に。白石監督が、放つこの大人気原作のある地獄少女というのはすごくこう面白い作品になってます。あの原作のファンの方が見ていてもすごく面白いと思いますし、そうじゃない方がいらっしゃいましたら、そうじゃない方もすごく楽しめるあの作品になっているので、ぜひ劇場でご覧ください。